マーティン・ジェームズ・モンティは、アメリカ合衆国出身の軍人。第二次世界大戦中には飛行士として、アメリカ陸軍航空軍に勤務していたが、1944年10月に、数軸国側へと寝返り、以後プロパガンダ活動に参加した。戦後、脱走について裁かれ、長期懲役刑が言い渡されていた。後に特赦を受けたが、反逆についても別途裁かれ、 改めて長期懲役刑を課されている。1921年、豊かな夫婦の子として生を受ける。彼は7人兄弟の一人だった。父マーティン・モンティ・ジュニアは、セントルイス生まれの投資仲介人であった。父方の祖父は、スイスのイタリア語圏であるイタリアン・グラウビュンデン、出身の移民で、父方の祖母は、イタリア出身だった。母、マリー・アントワネット・イーザウプトは、 ミズーリ出身で母方の祖父母はドイツ系アメリカ人だった。第二次世界大戦中、7人兄弟のうち、モンティ自身を除く男4人は全員がアメリカ海軍に入隊した。1930年代のモンティはチャールズ・カフリン主催の支持者であった。カフリンは反共主義、反ユダヤ主義を掲げ、ドイツやイタリアのファシスト政権への支持を表明していた。 ことで知られた人物であった。カフリンが毎週行っていたラジオ放送は、1939年の第二次世界大戦勃発に伴う放送禁止まで多数のリスナーを抱えていた。1942年10月、カフリン主催と面会するためデトロイトに向かう。11月、アメリカ陸軍航空軍に飛行士候補生として入隊。 1943年から1944年初頭にかけて飛行訓練を完了し飛行士官となる P-39 戦闘機及び P-38 戦闘機の操縦資格を得た後、少尉に昇進した。1944年8月、唐津方面に派遣される第126補充隊配属後に注意へと昇進。その後、 C-46 輸送機でカイロへ送られ、さらにトリポリ、リビアを経由し、イタリアへと移動した。ホッチャでは第82戦闘機群に勤務し、ナポリ北方のポミリアーの飛行場に向かってからは、前線に送る航空機の調達を担当する第354兵隊飛行隊に配属された。ある時、モンキは部隊に偵察仕様の P-38。 戦闘機が持ち込まれたことを知った。この機は必要としていた一連の作業をすでに完了し、修理後の試験飛行をお待つのみという状態で保管されていた。モンティはこれを盗んでミランへと飛行し、着陸後に現地のドイツ軍部隊に機体を引き渡した。当初モンティは一般の戦争捕虜として扱われていたが、やがて彼自身の説得により、 自らが新年の元の亡命者であることをドイツ側へ納得させた。モンティが盗み出した P-38 戦闘機はドイツ空軍のバンダーチルクスローザーリウスへと引き渡された。1944年末、モンティはベルリンにあったクルトエッカース SS 連隊のスタジオでマイクテストを行っていた。1945年初頭には帝国放送協会に採用される。 スージクサリーことミルドレッド・ギラースと仕事を共にすることもあったが、ギラースは出会った直後からモンティをひどく嫌っており、彼と共に働くくらいならこの仕事を辞めるとまで語っていた。また、モンティには、ラジオコメンテーターとしての才能も欠けており、彼の声が、電波に乗ったのはわずか数回のみだった。その後は、SS 商員に任命され、ドイツ兵や連合国軍捕虜に配布する冊子の、 政作に携わった。1945年5月10日、イタリアでアメリカ軍に投降した。この時、彼は SS 将校の制服を着用していた。1946年、彼は航空機の窃盗と脱出について、軍法会議で裁かれ、懲役15年が言い渡された。しかし、その後執行猶予が認められ、1947年2月11日には、 警察として、陸軍航空軍に再入隊した。1948年1月26日には、軍曹の階級で名誉除隊を果たしている。除隊直後、FBI は、ニューヨーク州、ミッチェル飛行場内でモンティを逮捕し、プロパガンダへの協力について反逆罪で起訴した。FBI では彼を、マーティン・ウィーザウップトの名で手配していた。10月14日、 ブルックリン連邦大売信は1944年10月13日から1945年5月8日までの期間に彼が犯したとされる21の反逆行為について懲役15年の判決を言い渡した。1949年1月17日、モンティは自らの有罪を認め裁判の長期化を予想していた検察や裁判所側を驚かせた。裁判所側は 基礎内容の重要性を鑑み、モンティの有罪答弁が行われたにもかかわらず、他の証言が必要であるとした。ニューヨークタイムズがミーが報じたところによれば、モンティはためらうことなく、承認席に移り、すべての基礎内容を認めたという。裁判官が一連の反逆は、自主的な行いであったかと問うと、モンティは、短く、はいと答えた。一方、弁護側は、 彼がかつていわゆる過激派であったことに触れ、孤立環境において、ソビエトロシアこそが主要な敵であると熱狂的に吹き込まれたのだと語り、上場釈量を求めた。結局これは認められず、モンティには、懲役25年と罰金1万ドルが科された。モンティは、カンザス州のレブンワース刑務所に収監された。1951年には、 有罪答弁の撤回を求めたが知りけられた。この中で彼は敵地上空を飛んでいた時に反逆の意思を抱いたことはなく、かつての答弁は弁護士に強要されたものだと主張していた。1960年に仮釈放が認められ、それ以降モンティがどのように生活したのかは明らかではない。2000年に死去した。ありがとうございます。